はい、皆さん、明けましておめでとうございます。ただいまから記者会見を行います。はじめに年頭にあたりまして、記者クラブの皆様に知事がご挨拶申し上げます。新年明けましておめでとうございます。昨年は4月30日の知事就任以来お世話になりましたが、今年は岩手県知事として初めてお正月を迎えまして、1年を通じて一緒に岩手の現状、そして岩手のこれからについて、取材する側、される側、立場は違いますけれども、県民の生活の向上や、また岩手における民主主義の発展について、共に頑張っていければと思います。今年もよろしくお願いいたします。本日は知事からの発表はございません。本日の進行は岩手朝日テレビの篠平記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。岩手朝日テレビの篠平です。明けましておめでとうございます。おめ今で年とうもごよざろいしくます。お願いいたします。今日は幹事社から、質問があります。新年の抱負と今年の目標についてということで、知事の新年の抱負と今年の目標についてお聞かせください。はい。去年は統一地方選挙や、それから国政選挙もあり、今、岩手であれば岩手県民が直面している課題について、それをみんなで議論し、そしてどの問題をどう解決していくか、選挙を通じて意思表示をする、そういう課題を明らかにする年だったと思います。今年は去年明らかにされた課題に取り組んで、一つ一つ改善させていく、そういう年にしていかなければならないと思います。県としてもいろいろな課題がありますけれども、やはり所得、雇用、人口減の問題、そして医師不足問題をはじめとする医療体制の問題、こうした県民の関心の高い分野、また要望の強い分野を中心に、少しでも県民の暮らしが良くなるように努めていかなければならないと考えます。また今年は平泉がユネスコ世界遺産登録されるかどうかのその結論が出る年でもありますので、この機会に岩手の歴史、風土、そういったものを振り返り、岩手とは何か、岩手はどうあるべきか、そういうことを県民みんなで考え、そして行動していける年にしていきたいと思います。政府の地方分権改革推進委員会が去年、中間的な取りまとめを出しまして、完全自治体を目指す地方政府と呼ばれるにふさわしい、そういう完全自治体を目指すということで、いろいろ提案をしていますけれども、そういう地方政府、完全自治体というのを作っていく原点は、やはり、県民一人一人、岩手であれば、その県民主権という自覚を持ち、地方主権というものを自分たちの手で確立していくということが、なければ、地方政府、完全自治体というのは実現できないと思います。平泉は、過去、岩手において、はっきりと地方主権というものが実現していた、そういう記念碑的な存在でありますし、私たちの先人がそういう偉業をすでに800年前、900年前に成し遂げていた。それをしっかり引き継いで、この岩手からそういう地方主権というものを全国にもアピールしていければというふうに思います。以上です。ありがとうございます。この質問に関連して何か各社から質問があれば、社名を名乗ってお願いします。
岩手日報の菅原です。今年もよろしくお願いします。お願いします。今の答弁に関連してなんですが、先ほど知事、職員訓示の中でもおっしゃってましたが、職員の昨年1年間ですね、県政を運営して、職員のその潜在能力の高さを感じたというふうにおっしゃってました。新しい地域経営の計画でもですね、地域経営という概念というのは、県民の知恵とアイデアというのが非常に大切になってくると思うんですけれども、県職員のその能力というのは今100%ある中で、何パーセントぐらい今の現状とすれば出しているのかと、それを今年どのくらいぐらい、何パーセントぐらいまで引き上げようとお考えなのかですね、もしその辺お考えあればお聞かせください。知事の仕事は知ることに尽きると日頃から言ってるんですけれども、これは県政全体でもそうで、やはり県職員全体としてですね、今、岩手がどうなっているのかを知り、何をすべきか、どうすればいいかということを知るということをやっていくことを進めていけばですね、この相乗効果で、それぞれの力が掛け合わされてですね、10の力が2人いれば100になり、3人いれば1000になるみたいな感じでですね、そういう意味では、1から100の中で100に近づけるっていうよりはですね、国際的にも経済情勢、社会情勢、非常に不穏ですし、日本の行く末についても今年は不透明な形でスタートしていると思うんですが、その中でしっかり自分を失わずに岩手が進んでいくための力っていうのは、10倍、100倍みたいなスケールで出していかなきゃならないと思うんですね。で、そういう力っていうのは、まだ出てないような感じもするんですけれども、今年はそういうのを出せるんじゃないかと思いますし、また出していかないと生き残っていけないというところもあるんでですね、そういう飛躍が今年求められてるんじゃないかなと思います。もう1点お伺いします。岩手平泉年に関連してお伺いします。平泉というその平和を追求する思想というのはですね、国際連合が掲げる国連憲章にも合致する部分があると思うんですが、この岩手平泉年に関連してですね、例えば知事の外交ルートを使ってですね、国連の事務総長を招聘してスピーチを行ってもらうとか、そういうお考えはございますでしょうか。国連事務総長も忙しいですからね、南極にも行ったりしてるみたいですけれども、だからなかなかパッと呼んで来れる状況にはないと思いますが、本当に価値あるものがあれば、世界中から人やお金は集まってくるというのがグローバル化の時代ですので、そういう国連事務総長に限らず、重要な人物、優れた人物が平泉はじめ岩手に来るような、そういう魅力を発信していきたいと思います。ありがとうございました。では関連の質問がないようですので、他に各社から質問があれば社名を名乗ってお願いします。NHK の中村と申します。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。昨日ニューヨークの方で原油が一時100ドルを超えるというようなことでですね、生活にもだいぶ影響が出てきているということなんですけれども、この原油高の対策としてですね、今何か知事がお考えのものがあればちょっと教えていただけますか。年末にも各県内市町村の動向や、また国の方の政策について、部局ごとに
調べて取りまとめたりとかしてたんですけれども、年明け早々からそういった作業を継続しながらですね、県民生活の現状を見ながら、県としてできること、すでに緊急の融資の制度でありますとか、いくつかは手をつけているところでありますけれども、さらにどういったことが必要か、そして必要となればどんどん手を打っていきたいと思います。福祉投入についてなんですけれども、福島なんかではもう表明しているということなんですが、今現在はその補助についてのお考えはいかがですか？市町村ごとにいろいろ事情が違っていますし、またそのきめ細かい対応ということでですね、まず市町村が主役だと思っておりますけれども、それを国は国でそれを何とか支援できないかっていうのを検討しているようですし、県もまた県としてできることをすべきことを検討していきたいと思います。テレビ岩手の尾形です。知事はこのお正月、どんなふうにお過ごしになられたのかというのをまず伺いたいのと、全国高校サッカー選手権大会で、東の高校が、ベスト8に勝ち残っています。次勝てば本県は3年連続の国立ということになりますけれども、この東の高校の戦いぶりをどうご覧になっていたかというのと、あとサッカー部員に対してですね、何かお言葉があればお願いしたいと思います。まず、東の高校からですけれども、さすが森小を破って全国大会に出場しているだけのことはあってですね、ぜひぜひ、ベスト4、さらにその上をですね、目指して頑張ってほしいと思います。お正月の過ごし方についてですけれども、元旦の日にまず、宮中、皇居に新年のご挨拶に参りまして、天皇皇后両陛下はじめ皇族の皆様方に挨拶し、またご挨拶をいただいてきました。そして昨日3日には平泉中尊寺と毛越寺に初詣に行きまして、ユネスコ世界遺産登録なりますようにということと、あとは県民の暮らしが少しでも良くなりますようにということを祈ってきました。あとは家族で植樹をしたりとか、年賀状を読んだりとか、新聞を読んだりとかして過ごしておりました。テレビも見ました。IT ならテレビで何か面白いなと思ったことがありました。 そうですね、テレビで、普段見ないけど昔見たことがある漫才師の方とかですね、そういう方を見るとやっぱお正月だなっていう感じがして、ほっとしますね。朝新聞の引田と申します。今年もお願いします。はい、お願いします。ちょっと固い話に戻って恐縮なんですが、IGR の件で、JAL 貨物の方が負担を表明したというふうにありましたけれども、知事は金が強い姿勢で臨むとおっしゃってましたし、県も沿線市町村も来年度の予算、IGR 貨物、JAL 貨物が負担する方向でというふうに予算編成を組んでました。このことについて、ご所感と今後の交渉の姿勢、あるいは見通しなどをお示しいただければと思います。理念、あるいは基本的な考え方について一致していることが確認できたんでよかったと思います。
あとは、まあ、いろんな既存の制度に基づいた、こう手続き的な段取りの話とか、あとはまあ数字の話とかになりますけれども、そこはまあ事務的に詰めて、いけばいいのかなというふうに思っております。やはり、東北本線、国の鉄道の大動脈として作られて、今でも貨物のこの大動脈なわけでありまして、そういう国政としての観点と、またローカルな地域の足としての観点と、こうどうそれぞれ、まあ、こう両立といいますか、そういう2つの目的と意義があるわけですから、そこをそれぞれ関係者努力して、要はそれを利用する地域の人や全国の人たちのためにこうやっているわけですから、そういった基本的な考え方、共有しながら今後も力を合わせて進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終わります。どうもありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。はい、ご苦労様。